タミヤ・ケンジは日本のトランペット奏者。東方オーケストラアカデミー所長。父は小説家のタミヤ・トラヒコ。東京都出身。1968年、東方学園大学卒業後、ドイツ政府級非留学生としてベルリン音楽大学に入学。在学中は当時ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の主席トランペット奏者であったフリッツ・ベゼニック教授に、 指示。1972年、ベルリンドイツオペラ管弦楽団に入団し、主席奏者を務める。同年3月最優秀の成績で、ベルリン音楽大学を卒業。ソリストとしても、アメリカ合衆国、西ドイツ各地の音楽祭に出演。日本でも東京都交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団などに出演し、 数々の競争曲を共演。1981年にベルリンドイツオペラ管弦楽団を対談し帰国。本拠を日本に移す。近年では1994年にマルタ・アルゲリッチをソリストとしたショスタ・コービチのピアノ競争曲第1番のソロトランペットを担当する。ソリストとしての活動のほか、タミヤ・ケンジ・ブラス・アンサンブル、ジャパン・ブラス・ソロイスなどを主催する。 斉藤記念オーケストラや水戸室内管弦楽団にもたびたび参加。現在は東方学園大学教授として更進の指導に当たる。また、ドイツブレーメンのトランペットアカデミーの客員講師および東京学芸大学の非常勤講師を務める。ありがとうございます。